いや、なんかこの役者気取りっていうか、はい、あの漫才サミットとかでもね、はい、まあ中川さんと我々サンドウィッチマンとナイツ行くじゃないですか。はいはい、大体大部屋なんですよ。うん、全員で同じ楽屋を使うんです。一、うん、人だけ花輪くんが、うん、なんで一緒なんですか？いや、俺役者なんで、楽屋分けてもらっていいですかみたいな。あんな大根役者が何を言うか。なんですよ。だから、大根を演じてるのはまだ分かってない。演じてたんか、あれ。だとしたら大したもんだよ。何かっていうとね、ほんでその、レギュラー、まあ、レギュラー出てる大したもんですよ。素晴らしいですよ。はい、すごいですよね。捜査一課長ね。あ捜査一課長、一課長ですから。いや、こういう、こういうところ。てか、あなた出てるでしょ、2016年出てます、一回で。ジュディ・ヨングさんの。間違えちゃダメなんです、そこは。合唱一課長ね。それを、なんかずーっと自分は役者だ、役者だ、みたいな。はい、あれがいつまで言ってんのかなと思ってね。演技も見たんです、演技。クソみたいな演技を。本当に。花さんなんて言われたんでしたっけ？アフレコみたいな。流れるような棒読みって言われて。見事な棒読み。引っかかるとか一切ないっていうね。本当に。もういいよ。過激なこともネットで書かれてますよ。うん、嘘。殉職しろって。ひどいね。それはひどいし。はい、運転手さんなのに、はい。ハンドル動かしてくれとか。頼むから。内藤さんに言ったんですよ。うん、ハンドル動かしてくれって書かれたらさ。あ、動かさなくていい。そんな、動かしたら、うん、合成が大変だから。そういう問題なのかよ。なるほどね。背景合わせるの大変だからいいよ。言っちゃってんじゃん、合成って。君はその演技でいいんだよっていう意味じゃないんだ。NG になんない?NG にはなんないですけど、この、もう、セリフを間違えなければ、どんどん進んでいくじゃないですか。そうなんだ。やっぱり。でもその、うん、ちゃんとアドバイスもらってたよね。サンドの。特に富澤さんなんかさ。富澤さんだってめちゃくちゃ出てるじゃないですか。カルテットとか。あ、そうです。あ、NG とかありました？あんまりないかな。それはもう全然セリフ間違いない。うん。少ないから、そもそも。そんなにないから、あれだけど。こいつもね、この、ドラマとかの話すると急に役者気取るんだよ。はい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 。これもダメなとこ。で、これ、出ちゃってますよ。ちょっと前に BG ですか？まあ、BG ね。え？ああ、キムタクのやつ。そう。BG も。で、なんか出ましたみたいな。で、見たのよ、お前。はいはいはい。15秒っすよ。違うよ、10秒だよ。あ、10秒いやいやいや。びっくりするわ。これで出たっつってるわ。まあ、ライブとか終わって、まあ、みんなでバスに乗ってね、帰るわけですよ。週末の営業なんか。そうすると、やっぱバスまでこう見送ってくれるお客さんがこう手振って、芸人さんまた来てくださいな、つって。で、みんなはこう、お客さんに手振ってるんですけど、花くんだけが、もうなんだろう、こう、ラジオでは表現できない、その言葉を言いながら、ニコニコして手振る。ひどい。あれは、あれは最悪。ひどいですよ、本当に。バリ雑言というかね。暴言。笑わしたくなっちゃうんですよね。サンドさん言うと、やっぱ笑わしたくなるんですよ。いやいや、笑えないですよ。何聞こえてんじゃねえかっていうぐらい。あれは本当にダメ。ちょっと放送できないですか、これ。放送できないこと。あれもそうそうそう。単語を羅列する。羅列する。バイバイじゃないんですよ。違う言葉を羅列して。局部をね。局部を羅列しながら。ひどい。意味が窓閉めてるから聞こえない。そうか。いやでも意外と唇読みますよ、皆さん。読みますよ、ね。顔はニコニコしてれば全然大丈夫。頭おかしいのかなこのラジオ聞いた後、皆さんそうやって思って聞いてくれる。そうですね。独身術で見ていただけひどいですよ。何言ってるか大体そうですね。そうですね。大好きだからね。サンドさんのこと好きだから。ほんだらこんだら笑うんだったらすいませんふざけないでくださいよ呪文いらないでしょねはい。どうもね、西、瀬戸内寂聴でございます。楽しんごです。じゃないですよ。瀬戸内寂聴ですからね。ちょっと似てますね。揉みましょうか。世間じゃない。ややこしい。ややこしい。混乱しますからやめてください、本当に。まあ、世間ではね、出家出家と騒がしいようですけども、元祖はやっぱりね、私なんですね。またちょっとね、俺絡んでくる人来ちゃいましたね。私、四国の訛りがね、四国なまり。四国なまり。四国なまり。なまって。高知県とかああいう。高知じゃないと思いますね。どこの出身だか忘れてしまったりとか。四国出身であることは。四国なまり。四国なまり聞いたことないですけど、四国なまり。四国なまりって。今日の一番大事な言葉、あらがわないです。あらがわない。小倉優子さんが先月27日にインスタグラムを更新。この度、第3子を授かりました。ゆっこりん
無事に安定期に入り断蜜です断蜜です本当は断蜜がやってました。断蜜がやってたってどういうことですか。結婚していい気になってました。断だからいいじゃないですか。断蜜さんが謝っちゃった。コリンゴはもう封印されてますけども、言わないと思いますが、この度は私たち夫婦のことでお騒がせしまして大変申し訳ございません。コリン、報道された内容には事実と異なることもありますが、夫を支える妻として私の至らない点がありました。今は家族で穏やかに過ごせる日を心から願い、2人の子供たちと新しい命を大切に守って参りたいと考えております。コリン、断蜜です。私が全部やってました。結局断蜜だったじゃないですか。許せないわ。今日はね、はい、100万円持ってきたんですけどね、直接届けようと思うんですけど。いやいや、籠池さんでしょ。ごめんなさいよ、直接、まあ、ごめんなさい、あ、間違えました、はい、返そうとするんじゃない。政治家といえば僕らね、清水さんの秘書のような存在といっても違うだろう、このハゲ。ちょっとダメですよ、生放送中流れてますから、これ隠し撮りじゃないですからね。違うだろう。すごいね。フランス料理のフルコースを経験してテーブルマナーを覚えておくのはいいことです。高級ホテルのレストランに若いカップルがやってきた。ウェーターが鈴木でございますと言った。若い男の方が私は坂本ですと言った。続いて向かいの若い女性も藤田ですと言った。ウェーターは鈴木のムニエルの皿をテーブルに置くと肩を震わせながら下を向いて去っていった。都政とは都民の都民による都民のための預け証でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。盛り土がされてるのかどうか、察しに参りました。ジャストジョークでございます。皆様、なぜならば、ガバナンスの問題もなく、コンプライアンスに欠けることもなく、プラスのレガシーが生まれる。レガシーでございます。はい。